ラジオはホットキャスティング赤瓦長瓶のゴブリーサビラ、えー、放送739回目の今日は3月の6日落ち久い国旧暦では人形の4日馬の日鳴りびんやさて黒瀬今日はねまた竜火、はい、ちょっと行ってみようかなと思っていてね空火とい,い,、ね、いう方言聞いたことある <ペー>あこれ鶏の卵が卵,、うん、卵のふと空,空がって,ってあそうでしたか、うん、それでねこれが竜火の場合に、ね、はい「小がと書くわけね「がと書いて「空」が立つ,つ、うんですよさあ「庭、はい、といぬくがやたるすうらみたがすでて赤土の食いどるうらむ」もう一回ね「庭、はい、といぬくがやたるすうらみたがすでて赤土の食いどるうらむ」っていう竜があるわけですね、はい、さて「すでる」というのは何でしたでしょうか?す「すィル スディル、スディルね。わからない。卵だけに？はい。あと卵かえる。そう。おう。復活するなんすね。スディル。ええ。だから生まれ変わることもスディカえるっていうわけ。はあ。いい表現ですね。だから正月にほらね、あのいつも前と話してるあの若水ね。はい。わかります。スディカえる。生まれ変わるっていう意味があるんですね。はい。でこれはね、そういう意味ではなくて、実はあのこういう歌でね。はい。鶏をえっとこのね訳するとね。はい。鶏の 卵は誰をのかして後に夜明けの鳴き声を恨むのであるとどういうことかというとねさあ男女に尋ねて例えてみましょう生まれてすぐという意味でやるとね夜が明けてしまうとこの二人はもう別れざるを得なくなるわけよだから誰を恨むのかということをこういうふうな流下に。 表現しましたという歌だわくさね鶏の深いに例えるってすごいいいですねそれをね夜が明けたことを恨む子人たちのことを風刺した歌だそうですねすごいですそういうねはい。卵といえば空画といえばさ昔あのミシ空画という話したのを覚えてね覚えてないでせ卵。見せ卵なんでしょう要するに子供ができない夫婦に卵を鶏のところ見せてねはい そうそう子供が生まれるようにするっていうミシクガという風習もあったみたいですそうでしたか。はい。だから前話したんだけどもね。はい。それでは次のコーナーです。沖縄のなんだ今日久しぶりね。学問デイビックとグブリーシャビラのコーナーに帰ってみようかなと思うんだけどもね。お待たせいたしました皆さん。ちょと行ってみようか。歌詞とか感じとかね。はい。神様とか入るところとか聖なるところに入る時には。 今日は勉強できましたので失礼いたしますと学校行くときに行くときに行くときに行くときときに行く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 と沖縄のくときに行くときに行くときに行くときにっくときに行くときに行とかに行きの話くときに行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 くときにときにときにとかにときに行くとすに行くですに行くときに行くに強い北風を防ぐために行くとにきに あの集落が広がっていることが多いです,いです、ね、一番高いところに前回出てきた村のソレイシン、はい、先祖ね、はい、ニーヤーの先祖法を持った宇宅があって、はい、その下にニーヤ一番売る余地があるわけですよでその周辺にまたノロがいる場合はヌンドンちがありまの複数の村を扱うのがノロね、はい、さてそうやってねその下に扇状に広がっていくわけ <laughs> 山村に沿ってね<ー>これが基本的な沖縄の家の家作りです <はい S 1> ただねこれ決まりがあるわけさん<う>んどんなに大金持ちでもらえる <はい S 1> あのニアが一番高いとこになるから長めが要求はない<は>いわけいね土地が空いていたとしても絶対にそこには作っていけないなですね村の一番古い家よりもそこには作っていけないっていう決まりが基本的に あります。実はこれが分からなくて作ってしまって。どうなるんですか。おかしなことが起こって、不動産屋とトラブったという話もあった。ああ、そうなんですね。ちょっと相談を受けたことがあるので。まあ話がちょっと戻しますとね。はい。さて、これはどういう仕組みがな、なってるかというと、こんな素晴らしいことがあるわけ。なんでしょう。あの、遅いと草木って言うんだけどもね。はい。要するに。てっぺん、おきにね、親である先祖、神様がいるわけ。はい。で、神様は常に。 あのちょうどね赤ちゃんがさ一番安心してる子供が一番安心してる状態ってのはどういう状態だろうかとまあもう本当抱きかかえられてお母さんの膝に抱っこされてる状態でしょこの状態を沖縄ではねこれ草木っていうわけ腰を当てるというそうなんですねさあ村に例えてみましょうね親であるご先祖様がちょうど子供を抱っかるようにして村を守ってるもうすゑがりの形という状態があ遅いっていうわけさ うちのうちで、牛というわけ。牛、牛、遅いね。さて、この言葉がね、実はね。えっと、歴史用語として出てくるんですよ。裏遅い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 の語、源。これはね歴史学上は裏裏遅う支配すると。なってるんだけれども。はい。やし先生は違うと。中町やしゅう先生はね。うん。裏裏を。うすとん。空がうすとんという話したね。はい。卵、あの、あったありました。ありました。あら、先ほど。この遅いというのは。村のご先祖様が。はい。 ちゃんと村人を守っている状態。はいね、これを遅いという。は<ー>薄いね。はい、そして、うんうん、その集落の律している森のことを腰を当てている草木になっているから。はい、草木無いと。無為です、ね。いうふうな言い方をするわけさね。歌金 <laughs>、うん、のない場合でも、はい、北風を防いでくれる丘のことを草木無いということが。 他のことを指すこともあるんですね,、うん、あすね。集落の背後のかと考えたらいいですね。うん、はい。守ってくれていま、うん、それでね、はい、これ一番素晴らしいのがさ。はい。えっとまあまあちょっと歌に行ってからでしょうね。はい。だからよくこれ出てくるんですよ。うん、サティムイですね。サテいいですか。それで有名の歌があってね。吸煙します。えー、小浜小浜っていうんだよね。はい。小浜っていう島や花風の島やリバおふだきや草ティシラハマ こわまってしまうね、とっても豊かで、はい、めでたい島なので。ふざけって九十九メートルのたくさんの山が六三。あ、そうですか。それを背後にして、白い砂浜を前にしているというような歌があります。はい、それでは、次のコーナーです。一二運動ににメモリン。私が私である。 でくのしさん今日はどんな健康の話をしていただけるんでしょうかはいありがとうございます人生100の時代をサポートメモリーがお届けする健康ワンポイントのコーナーです本日は認知症への理解を進めようシリーズその10です、えー、認知症への理解を進めようシリーズシリーズ最後となります10回目の今日は一人で抱え込まないで介護をする人の心のゆとりも大切というお話です 認知症の介護は思い通りにはいかないことが多く悩みや苦労がつきものですまたあの介護がうまくいかず自分を責めてしまう方もいらっしゃいますこの時に知っていただきたいのが介護保険で利用できるサービス、えー、厚労省介護サービスで検索すると国からのさまざまな支援の情報が確認できます介護する家族の負担が減れば笑顔も増え 家族の笑顔が認知症の方の笑顔にもつながりますできるだけたくさんの人の力を借りることが介護生活を健やかに過ごす工夫の一つです、えー、介護の負担を一人で抱え込まないでください以上メモリーが届けする本日の健康情報でしたはいありがとうございます今日はその認知症ご本人ではなくて、はい、の介護している方にもやっぱ負担がかかるのでそうですねいはところでねこの、はい えと検索すると、はい、支援の情報が確認できるってあるん例えばどんな支援があるんですか、はいはい、まずですねあの地元の、えー、と支援先ですねいろいろなあの、えー、介護のホームですとか、うん、またそれを情報として取れる、あのー、各市町村役場の窓口ですとか<ー>非常に分かりやすくページ作られてますので、はい、あ本当にマウスだけでいろんな情報に<ー>、はい、当たれるとてもいいページが用意されてます。 ぜひお調べいただければと思います。はい、ありがとうございました。はい。さて黒石さんね、あの遅い要するにあの十集落のご先祖様がね、守ってると、保護してるとね。そしてその背後にある山のことを草木伊というと。草木伊ですかね。はい。じゃあね、ご先祖様は常に保護していらっしゃるわけさなでしていただいてますね。ということはじゃ。 その子孫、つまり我々はさご先祖様に対して感謝の気持ちを持たないといけないでしょだと思いますそれを形にしてどうやって返すのかそれが年中行事だという考え方であるわけです先生リー先じゃあ大事ですね年中行事の中で常にご先祖様に感謝し神様に感謝していくということだろうかねだから極端にするとこのご先祖様の深い愛ね愛を村人たちはお互いに信頼をし合 <で>はい、沖縄の集落というのは成り立っていると。ということで野秀先生はね、うん、沖縄のこの村のことを愛と信頼の存落であるということを言っているわけ、うん、神と村という書物の中でねうん、うん、まあ簡単にお話ししてしまったんだけれども御嶽、はい、を中心としてね先祖を中心として非常にみんながその助け合ってね、うん、信頼しながら出来上がっているのが沖縄の島であるということを言っているわけさね。はい、だから残念なことになんでしょう その関係が薄れつつあるんじゃないかとこの人が書かれた時にすでにもう出てるわけさん,んはいタイトルの締役で神は遠くへという言葉が気になった、ね、あらー結構な言葉ですね遠くへですか、うん、だから先週お話ししたその仮敏中ね、うんはい、制度が結局王国の崩壊とともになくなってしまっていて、はい、で野呂さんっていうのもいないところもういわけさん、はいうん、だと思いますそうなってくると年中行事の主体になるっていうのは結局区長さん、うん、はい 現在区長さんととかか一のやるるってこになわけよね確そうなってくると一般の人たちとのつながりっていうのがだんだん弱くなっていく薄れという可能性もあるし何よりもお滝自体が開発されてね森がなくなってしまうお滝っていうのはこれでましたんだけどそこには先祖が眠ってる土地だから本当は絶対に崩してはいけない場所なんですね保存するべきところですね。なんだけどしかなく那覇の町の中とかではねほらを作ってしまってそこに祀ってるっていうのが。 現状を書ていってんですね。そんな風に状況が変わってしまうんだけれども、はい、愛と信頼の存続、いい言葉なんでね。で、ともこの状態を保っていただきたいなというふうに思いました。うん、はい。じゃあエビタガヤを吸すよ。 このところねあの前に話したものをなるべく短くして会話形式でお届けしてるんですけれどもわかりやすくてね私たちの沖縄の村大切なことなんでねこれ崩れていかないようにしてほしいなと思ったりしますあのまあちょっと気になってるったんだけど本当復帰50年ということでね言葉自体のさ使われ方とかい変わってきてるような気がするわけかもしれませんにの 神的なもの、はい、村的なものがどうな変わってるかっていうのはおそらくまだ注目されてないと思うんだよね。 大きく変わわっているにもかかわらずです、ね、だから大学と自分を調べた時はやっぱまだ歌詞との結びつきが強くてねある人はさ歌、はい、から前通る時には「うんうん、いつも見守ってくださってありがとうございます」っ言いながら通るよという方も結構いらっしゃったんですよ。うん、あ結構いらっしゃった、うん。だからそういう人たちも少なくなってきているような気もするしね歌詞、うんね、の前で亡くなる手をしたとか、はい、一礼した時の方も多かったわさ、うんうん、だからその正しいというか歌詞という観念がね、はい、変わってしまうと ちょっと困ったものだなと思ったりするんであえていろ、はいろ、はいはい、ともう一回お話をしておりますんで、はい、皆さんどう思いでしょうかいやよろしくお願いいたしますというわけで番組のご案内や赤川らちとメモリーの国の試合ビータンまた来週までご無理さびら